はい、今回はね、スパゲッティといってトマトの、まあ、スパゲッティなんですが、これもアニメで言うとね、アニメはちょっと違うんですが、まあ、ミスター実行って言って、昔クッキングパパっていうのがね、同時期ぐらいにあったんですよ。80年代ぐらいかな。で、その時に、クッキングパパがある程度人気があったので、そしてこの、同じ多分漫画家さんが、ミスター味っ子っていうね、子供が主人公とした料理アニメっていうのが出てきたんですよね。で、そのミスター味っ子の中で、今紹介されてたスパゲッティっていうのは、ライバルが、ライバルの料理人は、あれだったんです。くるみを使った、スパゲッティだったのに対して、主人公がミスター・ジックが考え出したスパゲッティっていうのはナスのスパゲッティなんです。で、ナスに、なんていうのスパゲッティを巻いて、そしてまあトルティアみたいなね、感じで、ナスに、スパゲッティを巻いて、それをお客さんにお出しして食べさせるというちょっと一風変わったやつだったんですね。ただナスですとまあすぐこうみずみずしさとかが水分を多くついてるから、まあみずみずしさがあるとかね、まあそういった難点、弱点ってのがあったんだけど、まあそういったのを見事克服して、作ったとやつが、まあ、紹介されてます。まあこれはちょっとアニメとは少し違いますが、まあ同じスパゲッティですから、ミートソースは食べてみたいと思います。まあこれ定番といえば定番のやつですね。うん。なかなかのね、ミートソースの味で、確かに肉と野菜をトマトで煮込んだ感じですね。うん。なんかシンプルですよ、うまいです。うん。で、ミスター味っ子とかだと、いろんな種類の、そのトマトのスープに、トマトまで切ってもらえる間に、様々な、ね、野菜の具材を買ってきては、様々な野菜の具材を試したんですよ。で、ライバルが使ってるそのクリームだってのが分かって、それを見つけるまですごい苦労したんですね。ですから、ああいった料理人ってのは、試作して食べるものが、までが大変なんですよ。だからああいう子たちってのは料理を本当に好きじゃないとやっていけないです。まず第一にね、料理があまり好きじゃないですって人はもう地獄のようになってしまう。なぜかというと、それは例えばミートソースの究極のミートソースを使って勝負するんだってなったら、ね、スパゲッティを使って勝負だなんてなると、まあソースが肝心なわけですよ。で、そうするとソースを一から作って、で作ったやつを食べなきゃいけないわけでしょ。まず自分が食べてみて、それでこれで店に出せるかどうかって判断しなきゃいけないわけですから、それまでの間が大変なんですよ。作るのも大変だし、それをやっと作ったとつって食べるのもやっぱり何十種類というものを食べ比べしないとダメなんですよ。だから下手したら1日とかじゃなくて何ヶ月何日もたって食べないと、食べ続けないといけないっていう、そうじゃないとお客様にお出しする新メニューっていうのがなかなか出てこないんですよ。それだけやっぱりメニューを作ることになると、見えないところでね、こういう苦労っていうのがあるんですよ。だからそういう風な人を目指すっていうのは、よほど食べることが好きな人とか、食べ物とか作ったりとか食べるとか、そういったものが好きだっていう人じゃないと気づかないです、ああいったのはね。うん。でもまあなかなかのこう、やつで、で出来上がるとお客さんが入って食べるんだけど、やはりここのミートソースもね、うん、味わいがですね、でこういったものってのは茹でたらすぐ取る、茹で上がったらすぐ取って蒸し上げるというのが一番いいですね。
うん、なかなか。で、その後に茹でるときに、まあ、塩ですよ。塩を入れるといいっていうのを聞いたことがありますね。なぜなら塩を入れないと、パスタを入れるときにくっついたりするんですよ。で、そこに塩を入れることによって、パスタのがくっつかないということがあるんで、もう、そういう対処を、パスタを入れていったね。まあいいのかな、いい感じです。でもなかなかこのミニトソースは、トマトの甘みと、味わいが非常に良くてね、結構いい味を出してるなっていう、どうもありがとうございます。